ビニサレムは、スペインバレアレス諸島州のムニシピ。バレアレス諸島、マリョルカ島の中央部に位置し、ライゲール群に属している。ビニサレム駅バレアレス諸島の首都であるマリョルカ島の中央部、州都のパルマでマリョルカから見て、北東方向にある。マリョルカ平原と呼ばれる大地上にあり、自治体の標高は125から300メートルである。北側には、 トラムンターナ山脈の一部であるアルファビア山地があり、冬季に吹く冷たく湿った海風からブドウ畑を保護している。土壌は粘土の上に石灰質が乗るか硬い石灰質の表面を持ち、緩く栄養分に乏しいものの保水力は高い。マヨルカ鉄道郊外線の1号線はパルマでマリオルカとインカを結んでおり、その中間にあるビニサレムにはビニサレム駅がある。ビニサレムは 地中海性気候であり、暑い夏季と短くて穏やかな冬季を特徴とする。その標高から夏季の夜間にはある程度気温が下がるものの、昼間の過剰な熱気はどう栽培者にとって問題となる。しばしば強風、霜、氷が降る危険性がある。降水量は少ないが、周期には暴力的な嵐となってまとまって降ることがある。 サンタマリアデロビネス教会期限百121年に古代ローマのクイントスカエキリウスメテルスバリアリクスがマリオルカ島を征服しローマ人がマリオルカ島にブドウ栽培とワイン生産をもたらしたダイプリニウスは紀元1世紀の文献でマリオルカ島のワインについて言及しているクルアーンは原則として飲酒を禁じているもののイスラーム教徒のムーア人の支配時代にも ブドウ栽培とワイン生産は消滅しなかった。1230年に、キリスト教徒のアラゴン王ハイメ一世がマリョルカ島を征服すると、講和の沈没として、最高級のワインが提供された。19世紀末には2万7千ヘクタールでブドウを栽培し、年間30万ヘクトリットルのワインを輸出していた。しかし19世紀末には、害虫フィロキセラが襲来し、 ブドウ畑の大部分が荒廃したためアーモンドの木に置き換えられた。19世紀末から20世紀初頭の住民は農業機械を製造してフランスとの貿易を続けた。20世紀半ばのビニサレムは木工品や石工品の品質の高さで知られていた。町の内外には成功を収めた採石場があり、現在も稼働している。20世紀末には 観光客向けの高品質ワインの需要が増加したことで、ビニサレムのワイン産業は復活した。1991年、ビニサレムを中心とするワイン産地は、マリオルカ島で初めてスペインの原産地故障制度であるデノミナシオンでオリヘンの認定を受けた。ビニサレムを中心とするワイン産地は、1991年にビニサレムとしてスペインの原産地故障制度である。 デノミナシオンでオリヘインに認定された。ビニサレムはマリオルカ島発の原産地故障産地であり、2001年にはプライリエバンがマリオルカ島第二の原産地故障産地となっている。プライリエバンの範囲はビニサレムよりもはるかに大きく、ビニサレムに登録されなかったマリオルカ島のブドウ畑を包括するという性質を持っている。ビニサレムの ブドウ畑ブドウ畑の標高は75から200メートル。地中海性気候であり、年光水量は約450ミリメートル。土壌は白亜と粘土の石灰質土壌である。最寒期の最低気温は摂氏マイナス1度、最初期の最高気温は摂氏35度。北側にはトラムンターナ山脈があり、海風からブドウ畑を保護している。土着種のマントネグロ種は、 黒ぶどうの栽培面積の約50%を占めている。その他に黒品種では、カベルネソービニオン種、カリエット種、テンプラニーリョ種、モナストレル種、シラー種、メルロー種などが栽培されている。土着種の模衣種は白ぶどうの栽培面積の約70%を占めている。この模衣種は主にカタルーニャ地方で栽培されているチャレロ種に特徴が似ているとされる。 その他に白品種では、マカベオ種、パレラーダダネ、シャルドネ種、モスカテル種などが栽培されている。ブレンドには、シュナンブラン種、ソービニオンブラン種なども用いられる。外来種がブレンド用に用いられるようになったのは、近年のことである。赤ワインを約70%、ロゼワインを約11%、白ワインを約19%生産している。 ワイナリー数は2015年時点で15件。マントネグロシュから生産されるワインは軽やかな赤ワインであり、その大半はマリオルカジマを訪れた観光客が消費する。マントネグロシュに様々な品種をブレンドすることで味わいやコクを生み出している。ありがとうございます。